米10キロ買ったけど炊飯器持ってなかったー。バリ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 。圧力鍋で炊ける。こういうの使えよ。そんなの買うなら炊飯器買えばいい。安いのなら1万しないんだから。いや、この容器1000円くらいだぞ。こういうのって事前に30分以上水に浸す必要あるよな。炊飯器で炊くときも浸そうね。最近の炊飯器の早炊きは浸し不要で30分以下多いから、そっちの方が早いしうまい。炊飯器も進化してるんだな。普通のタッパーで炊くときは15分くらい放置してから 500W で6分、その後かき混ぜてから 200W で13分、蒸らしに7分で炊ける。面倒くさ。炊飯器ならスイッチ押しして放置で炊ける。リゾットって知ってる？鍋でも炊けるけど土鍋はやめとけ。動力に比べて味はそれほどでもない。100均でメス券買ってこい。アイラック炊飯で検索してみろ。圧力炊飯器だと早炊き20分以下の機種多いからすごく便利。炊き忘れしてもダメージ少ない。お前ら真面目すぎてドン引きなんだが。わろた。砂糖のご飯。うぐうきす。なんで米10キロ余らせてるのに砂糖のご飯買うんだよ。まるく。